皆さんこんにちは。日本テレビの古市幸子です。私はですね、今主に展覧会をイベント事業部で担当しておりまして、みんなのミシャ、ミシャから漫画へ千の魔術という美術展を担当しております。この美術展なんですが、2019年の7月に渋谷の文化村座ミュージアムで東京展が行われまして、その後巡回が続いております。この新型コロナウイルスの影響で、札幌店ですとか名古屋店が、部分的に臨時休館になったり、名古屋店の方は全面的に休止になってしまったんですけれども、この後静岡店ですとか、巡回を松本店、郡山店としていく予定となっております。はい、アルフォンス・ミシャという名前は知らなくても、ミシャの作品こんなのがあるんだよっていうふうにお見せすると、あ、見たことあるっていう方が多くて、それが不思議ではないぐらい、やはり日本人はかなりアルフォンス・ミシャが好きだということで、日本国内にもかなり多くのコレクターがいらしたりですとか、いろんなところでご覧になっていただいていることが多いかと思います。もうアール・ヌーボーの代表的な巨匠といえる作家で、パリの華やかかりし頃の作家なんですけれども、実はチェコ出身の画家なんですね。この絵でから想像するに、なんとなく麗しい女性作家みたいなものを思い浮かんでる方も多いようなんですけれども、実は男性で、あ、こういう人が描いてるのかっていう、ちょっとね、おひげの生えている素敵なおじさまなんですけれども、そういった方がチェコ出身で、もともとは、装丁画家だったところが、いろんな方からの支援を得たりサポートを得て、パリでポスター画家として花開いたという作家さんです。今回その展覧会でご紹介する絵の中でも、サラ・ベルナールという女優さんを描いた作品もいっぱいあるんですけれども、まさにそのパリに、ミシャが渡った時に、地道に画家としての活動をしていたところ、突然サラ・ベルナールさんの舞台のポスター画家をやってくれという話が舞い込んできて、そこでミシャが描いた作品というのが、もう当時のパリでも本当に有名なサラ・ベルナールという大女優に気に入られて、ちょっとしたそのシンデレラストーリーな感じで、さらにミシャが活躍するきっかけとなったという作品が、今回の展覧会で見ていただくことができます。で、ミシャの作品、先ほども言いましたように、本当に多くの方にもうすでにご覧いただいているもの多いかと思うんですが、今回の展覧会の特徴としては、そのミシャがブレイクする前の絵本なんかの装丁画家だった時の作品ですとか、あと今回ミシャ財団というところが、作品を貸し出してくれてるんですけれども、作品だけではなくてミシャのゆかりのもの、ミシャがその持っていた、日本絵画ですとか、あとちょっと篠わずりっぽいような壺ですとか、あとは逆にミシャからその後世に影響を受けたポスター画家だったり漫画家の作品も一緒に見ていただけるということで、ミシャをかなり幅広く、あ、こんな面もあったんだというところを楽しんでいただける展覧会になっているかなと思っています。ミシャが出身のチェコ共和国というところなんですけれども、今でもチェコにはミシャのゆかりの場所がいっぱいありまして、ミシャハウスというミシャが住んでいたところではないんですけれども、ミシャゆかりのものがたくさんあるお家ですとか、あと市民会館といいまして、いわゆる市民のためのホールなんですけれども、そこの中の、いろんな装飾をミシャがやっているものがいまだに残っています。あとはセイビート協会というところのステンドグラスもミシャが手がけているもので、ガラスに直接油彩で描いているというものなので、実際見るとかなり鮮やかで、今まで見たステンドグラスと全然違うって言って感銘を受ける方が多いみたいですね。今でもチコではそういうゆかりのものがいっぱい残っていて、素敵な街なんですよね。行ってないんですけど今回そのミシャがブレイクする前の作品もいっぱいある中で、一番その若い時に描いた作品というのが、8歳の時に描いた「タッケーズ」、いわゆるキリストが貼り付けになった絵ですねがあるんですけれども、8歳とは思えないぐらい素晴らしい作品なんですよ。文化村の学芸の方もおっしゃってたんですけれども、構図といい、背景の描き込み方といい、やはり優れた画家というのは子どもの時からうまかったんだなっていうのを感じさせてくれる絵になっています。そんなミシャは8歳でそこまで絵が上手だったということなんですけれども、その甥っ子さんがちょうど7、8歳ぐらいということで。そうなんです。今年小学生になったすごい私が可愛がっている甥っ子がいるんですけど、この甥っ子も絵が上手で、ちょっと今回改めてミシャが8歳でこれぐらい描けたら、うちの甥っ子どれぐらい描けるんだろうと思って、ちょっと作品をいろいろまとまったものをうちの義理の妹に送ってもらってみたんですけど、ちょっとおばばかみたいでお恥ずかしいんですけど、これがなかなかの傑作があってですね、その中でもちょっと一番気に入ってるのがカエルとオタマジャクシを描いた絵なんですけど、ちょっとね、こんなこと言うのもちょっとはばかられるんですけど、ミシャに負けないぐらいの色彩感覚と構成力があるなと思って私は見ているので、将来が非常に楽しみだなと思ってます。日テレゼロチケサイト内にあるこちらのチャンネル公式ページで、イベントプロデューサー時に質問というボタンがございます。今後皆様からの質問にイベントプロデューサーがお答えしてまいりますので、質問フォームからぜひご気軽にご質問ください。日本テレビのイベントチケットをほぼ販売している、お客様手数料0円の日テレゼロチケ。会員の皆様にはお得情報満載のメルマガやプレゼント応募の機会も盛りだくさん。ぜひ無料会員登録お願いします。詳しくは日テレゼロチケで検索。こんにちは、イベントプロデューサーは日テレゼロチケプレゼンツでお送りしました。チャンネル登録もよろしくね。また次回お楽しみに。